여러분 여기 에노시마 바다에 도착했습니다. 해변에 왔고요. 이렇게 사람들이 그렇게 많지는 않은데 그래도 어느 정도 꽤 있어요. 비가 조금씩 내리고 있거든요. 근데 조금 비가 내려서 좀 그렇긴 한데, 근데 좋은 점은 뭐냐면요, 햇빛이 없어도 너무 좋아요. 햇빛이 있었으면 더 지칠 뻔했거든요. 자, 지금부터 가도록 하겠습니다. 야, 남자분들은 햇빛이 없는데 여기서 왜? 자, 여기입니다 바로. 자, 바로 가자 인터뷰. 안녕하세요, 하지마시테. 하지마시테. 私は 今日初めて到着したけど、高校のちょっと紹介できますか？紹介、はい、ここは江ノ島で、はい、東浜っていう海です、はい、あ、東浜ですか、はい、今日は平日だけど、はい、どうですか見るとき？でも平日だからちょっといつもより空いてるかなって思います。はそうなんですね、はい。なんか週末ここ来たらどんな感じですか？人がにぎわってて、はい、結構この海の家とか、はい、にぎわってると思います。ああ、そうなんですねそしたら今から質問もっと行きます、はいはい、2人はおいくつですか？24になりました。24歳ですか？同じですか？23、まだ。ああ、だけど誕生日迎えたら一緒。ああ、だけど友達ですか？友達。ああ、そうなんですね。ああ、なんか韓国人がここの海到着したらおすすめなんか食べ物ありますか？食べ物、あっちの、はい、海鮮とか生しらす丼。生しらす丼、うん、あっちで。그미세가ありますか？お店があります。もう一回。生しらす丼。生しらす丼ですね。あ、はい、わかりました。そして何かありますか？タコのせんべい。タコのせんべいですか？あ、美味しいですか？美味しかった。あ、ありがとうございます。おー、그렇구나。여러분、맛있는음식이이렇게있네요。あ、そしたら例えば正直コメントお願いします。例えば高校でなんか男が先に話してなんか今日一緒に遊びましょうとか話してたらどうしますか？あ、大丈夫です。あ、ダメですか？おー、なんで理由がありますか？なんかそう。なんか特に遊ぼうはなんか違う気がする。ご飯だけとかだったら。お、ご飯は大丈夫ですか？だけ、ここでご飯だけとかだったら大丈夫だけど、はい、なんか遊ぼうは違う気がする、はい、あー、そうなんですね。どうですか？どうしますか？そば場だけ、はい、あー、まあ、ここだけ。だけっす。あー、ありがとうございました。あー、そうなんです。じゃあ、でも、先に話する人が韓国人です。遊びますか？なんか日本旅行とかに来てるんだったら、全然一緒に遊ぶかもしれない。おー、そうなんですね。はい、なんか日本人も？日本人は、チャラッ。あ、そうなんですね。クロックな。クロックな。なんか二人はここ初めてですか？初めてです。今どこから来ましたか？関西。関西です。大阪。私は、はい、神奈川。神奈川。そうなんですね。最後に韓国人に一言お願いします。何でもいいです。先にお願いします。どうしよう。アンニョン。あ、めっちゃ簡単です。もっとお願いします。大丈夫です。
日本語で知ってもいいです。日本はいいとこです。